大男がもう起きる気もせずベッドに寝ていると、どこからか綺麗な音楽が聞こえてきました。いい音だな。王様の楽隊でも来たのかな。それは一羽の小さなベニスズメでした。でも長いこと小鳥の声を聞いていなかった大男は、こんな綺麗な音楽がこの世にあったのかと思いました。とあられが踊るのをやめました。北風もパタリとやみ、窓からは何とも言えない良い香りが漂ってきます。そうか、とうとう春が来たんだな。大男はベッドから飛び起きて外を見ました。そしてさあ何を見たでしょう。塀の穴からいつの間にか子供たちが庭に潜り込み、木という木に一人ずつちょこんと腰掛けていたのです。木は子供たちが来たので大喜び、花をいっぱいに咲かせてその枝をゆさゆさと揺すっています。小鳥も嬉しそうに歌いながら飛び回っていました。青い草の間からは花も顔を出してニコニコ笑っています。本当に素晴らしい眺めでした。でもたった一箇所、庭のずっと隅っこにまだ冬のままのところがありました。そこには小さな男の子が立っていました。その子はまだあまり小さすぎて枝に手が届かないのでした。木の周りをうろうろしながらしくしく泣いています。木はそこだけまだ雪と氷で真っ白、北風がビュービューとうなっていました。さあ坊や、早く登っておいで。木はそう言って枝をできるだけ低く曲げてやりました。でもやっぱり手が届きません。それをじっと眺めているうちに、大男はなんだかだんだん優しい気持ちになってきました。俺はなんてわがままだったんだろう。どうしてこの庭に春がやってこなかったのか、今やっとわかったぞ。よし、あの子を木のてっぺんに乗せてやろう。塀も叩き壊して、これからはここをみんなの遊び場にしてやろう。大男は今までしてきたことを心から後悔しました。そこで下に降りていくと、みんなを脅かさないようにそっと表のドアを開け庭に出ました。でも大男の姿を見た途端、子供たちはわーっと逃げ出しました。そして庭はたちまちまた元の寒々とした冬に戻ってしまいました。たった一人、あの小さな男の子は目が涙でいっぱいで、まだ木に登ろうとしていました。大男はそっと後ろから忍び寄っていくと、大きな手で優しく抱き上げて木の上に乗せてやりました。するとどうでしょう、たちまち木には花が咲き、小鳥は飛んできて歌を歌い出したではありませんか。小さな男の子はにっこりするとかわいいキスをしてくれました。大男がもう意地悪をしないとわかると、他の子も戻ってきました。それと一緒に春も戻ってきました。よしよし、これからはここはみんなの庭だ。いつまでも好きなだけ遊ぶといい。大男は大きな斧を持ってくると、あの高い塀をドスンドスンと叩き壊してしまいました。雪もあられも氷も北風も慌てて逃げ出します。見たこともない美しい庭で大男が子供と遊んでいたのです。通りかかった村人たちも目を丸くしました。日が暮れる頃、子供たちはみんなさよならを言いに集まってきました。おや、
あの坊やはどうしたの？ほら、おじさんが木に乗っけてやったあの坊やだよ。大男は自分にキスしてくれたので、あの子が一番好きでした。知らない、もう帰っちゃったんだろう。それじゃあ明日はきっと来るように言うんだよ。でも誰もあの子がどこの子か知りません。第一、今まで一度も見たことがないというのです。大男は大層がっかりしました。さて、それからというもの、毎日学校が終わると子供たちは必ず遊びにやってきました。でも大男が一番好きなあの子はなぜかあれっきり姿を見せません。大男は庭の杉の木を見るたびにあの子を思い出すのでした。ああ、もう一度あの子に会いたいな。こうして春が過ぎ、夏が過ぎました。ゆらりゆらりと季節は流れ、ゆらりゆらりと季節は巡る。冬過ぎ、春行き、夏過ぎて、今はもう秋、この葉が落ちる。落ちるこの葉は別れた子らか、静かな静かな日暮れ時、遠い昔を思い出す。木登り、かけっこ、かくれんぼ、遊んだ子らは今いずこ、静かな静かな日暮れ時、帰らぬ昔を思い出す。ことはできません。大きな肘掛け椅子に腰掛けて、子供たちが遊ぶのをいつも優しい目で眺めていました。うちの庭にはきれいな花がたくさんある。でも一番美しい花は子供たちだ。ある冬の朝でした。大男は服を着替えながら外を見ていました。今ではもう冬も嫌ではありませんでした。冬はただ春がしばらく眠っているだけなのです。とびっくりして思わず目をこすりました。庭の隅っこを何度も見直しました。あの一番奥の桃の木に真っ白な花が咲いていたのです。枝という枝は金色に輝き、銀色の桃の実が鈴なりです。そしてその下にはあの小さな男の子が。大男はもう大喜びで階段を一足飛びに駆け下りると、庭を駆け抜け男の子のそばに駆け寄っていきました。でも男の子のそばへ寄って行った時、その顔は怒りで真っ赤になりました。誰だ、誰がお前をそんなひどい目に遭わせたんだ。男の子の両方の手のひらには、ひ
一つずつ太い釘を打ち込んだ跡がついていたのです。小さな足にもやはり釘の跡がついています。なんというひどいことをするやつだ。言ってごらん、誰がお前をこんな目に遭わせた。わしが大きな刀でそいつを叩き切ってやる。そんなことはしなくていい。これは愛の傷です。世の中の人を救うために受けた傷なのです。大男は何か不思議な力に打たれ、思わずその子の前にひざまずきました。愛の傷、一体あなたはどなたなのです。子供はにっこりと笑いました。そして静かに言うのでした。お前はいつか私をこの庭で遊ばせてくれた。だから今日はお前を私の庭へ連れて行ってあげよう。天国の花園へ。